中国で暮らすアメリカ人が中国での生活と SNS を手放した理由アメリカ下院信教での強制労働を制止する法案再提出 NASA の探査機6ヶ月半以上かけて火星に着陸成功オーストラリア政府ニュースメディア契約法の立法は譲歩しない世論調査イギリス人は中共に不信感エストニア中共が支配する沈黙の世界を批判 我是アメリカ人のケヴィン氏は2月15日、自分の個人ウェブサイトに、私はどうして中国の SNS を手放すこと、中国での生活を手放すことを選択したのか、と題した記事を投稿しました。ケヴィン氏は中国で4年間生活したことがあり、中国の SNS 上には多くのフォロワーがいます。 中共ウイルスの感染爆発以来、ケビン氏は中国を比較的よく知っているアメリカ人として、中共政府を公に批判しなければならない義務があると感じていました。中共を批判し始めて以来、ケビン氏は、小粉紅を、若い民族主義者らから罵声を浴びせられ、また、通報する、殴る、などと脅されました。小粉紅によく、お前の母親は死んだ、と罵られたケビン氏はこうツイートしました。 最近私はずっと中国にいるが、両親はアメリカにいる。最初中国語でツイートした時はよくわかっておらず、私が少し中国を批判する言葉を口にした後、何人かが送ってきたメッセージを読んで、非常に両親のことが心配になった。急いでお父さんに電話して聞いてみたら、お母さんは死んでいなかった。ケビン氏は昨年6月にアメリカに戻ってきました。 彼は尊厳を捨てて魂を売り、中国を不意調することで富に変えるインフルエンサーのようにはなれないと述べました。彼がもし中国で沈黙を保てたとしても、いつかは自分の原則が声を出すように促し、責任感が生活の需要を上回るだろうと示しました。次のニュースです。 アメリカ会員は2月18日、全議会で棚上げされていた新疆での強制労働を制止する法案を再提出しました。同法案は輸入商品が強制労働不使用で生産されたものであることを証明できない限り、中国の新疆からの商品の輸入を禁止するものです。同法案は中共幹部や新疆からの強制労働製品の販売に責任を持つ者へのさらなる制裁も可能としています。 会員で提出された法案では、アメリカの上場企業に対し、法律違反の疑いのある企業との財務関係の開示を求めるものですが、上院での法案にはこの条項は含まれていません。同法案は両党の議員から支持を得ていますが、新疆とサプライチェーン関係のあるアメリカ企業は、同法案の変更を求めてロビー活動を行っているとの議会関係者の話もあります。 ナンシー・ペロシ下院議長は2月18日の記者会見で大紀元の記者の質問に答えました。ペロシ下院議長は中国の人権を守ることは両党の議題であると述べ、またアメリカ政府が中共、中国共産党の犯したジェノサイドの罪を認定したことを誇りに思っており、 大切なのは私たちが大声を出して、あれらの罪がないのに迫害されている人々に、彼らが忘れられていないことを知ってもらうことだ、と述べました。ペロシ氏は新政権が中国の人権を改善させるためにどのような政策を取るべきか、との質問に対し、どうやっていくかは天秤にかけるしかない。 どのような形であれ、私はそれが香港、チベット、ウイグル人に対する中国、中共の行動を変えることができることを願っている、と述べました。次のニュースです。アメリカ航空宇宙局、NASA の探査機、パーサヴィアランスは6ヶ月半以上の旅の末、アメリカ東部標準時2月18日午後3時55分に火星への着陸に成功しました。 パーサヴィアランスが送ってきた火星の最初の写真を見る限りでは火星は砂漠のようでその砂漠の中に白い突起がたくさん見えていますパーサヴィアランスの使命は火星上で生命を探査することです探索の目標は古代に川の三角巣だったとされる 5×4 マイルのエリアですが至るところに王穴や崖岩場があります パーサビアランスはこれまでに NASA が火星に送った中で最も複雑な宇宙探査機で6つの車輪、23台のカメラ、また1台のドリルを備えています。かつての生命の痕跡があると思われる岩石を探査し、採集したサンプルを金属製の容器に保存し、容器をその場所に残したまま探査を継続します。その後2026年にピックアップトラックが火星に行き、 サンプルの入った容器を回収して地地球球ににに持ち帰り2031年に地球に到着すする予定ですパーサヴィアランスは原子力発電システムにより10年以上も火星で探索することができます次のニュースです2月18日 Facebook は突然オーストラリアのニュースを封殺しオーストラリア気象局や州の保健機関などの政府部門及び慈善団体が巻き添えを喰らいました 今回の Facebook の動きは、オーストラリアで成立が予定されているニュースメディア契約法に対するものでした。2月19日、9チャンネルの地元テレビ番組で、オーストラリアのジョシュ・フライデンバーグ財務大臣は、Facebook がオーストラリアのニュースをブロックする前に、オーストラリア政府にポーク、Facebook での挨拶さえしていないと述べました。 また、ニュースメディア契約法の立法については、国益に関わるため、オーストラリア政府の決心は非常に固く、譲歩しないと示しました。オーストラリアのモリソン首相も Facebook に対して、ここはオーストラリアだ。ここでビジネスをしたいのであれば、我々のルールに従わなければならない。これは合理的な主張だ、と述べています。モリソン首相は現在、Facebook と競争するために、他の国と連携をとっています。 すでにインドのモディ首相と連絡を取り、今後はより多くの国の指導者と連絡を取る予定です。ニュースメディア契約法はすでにオーストラリア下院で可決され上院に渡っており、早ければ来週にも立法します。オーストラリアの他にカナダ政府も18日、Facebook にニュースコンテンツへの支払いを義務付けるとし、Facebook がオーストラリアに対して使った反撃で対応するなら、カナダも引き下がらないとの見方を示しました。 最後はヨーロッパです。無党派のイギリスシンクタンク、イギリス外交政策グループ BFPG は2月16日、年次外交政策世論調査を発表しました。世論調査によると中共はロシアと同様に大多数のイギリス人が不信感を持ち、 明らかに敵対する世界的参加者とみられており中共を深刻な脅威とみなすイギリス人は昨年の33%を上回る41%となっていますイギリス政府が中国との経済協定を結ぶことを支持するものはわずか22%イギリスのインフラ建設への中国の関与を支持するのはわずか13%でした しかし38%が気候変動などの世界的な問題について中国と協力すべきだと答えました。15%の人は中国とはいかなる形式の接触もしないを選択しました。中共との往来を断ち切るべきに賛成したイギリス人の中で男性よりも女性の方が多く、若い人よりも年配の人の方が多いことが示されました。 今回の調査報告書では、疫病とは別に、香港人がイギリス人になることは、イギリス中国関係の問題で注目すべき点だと分析しています。イギリス人の多くは、中共が香港の民主主義を侵食していると批判し、香港人にイギリスでの居住権を与えることを支持しています。バルト三国のエストニアも最近、中共に対してさらに厳しい態度を示しています。 エストニア対外情報機関はこのほど国際安全とエストニア2021と題した報告書を発表しました。82ページの報告書のうち9ページが中共の脅威について書かれています。報告書は中共指導部には世界を中国の技術に依存させるという明確な目標があると指摘し、さらに中共が投資、5G ネットワークやその他の手段でエストニアに浸透していると警告しており、 具体的にはファーウェイや北斗衛星測位システムを挙げました。報告書はまた、中共の外交政策原則の実施や、いわゆる人類運命共同体の構築は、北京が支配する沈黙の世界につながると指摘しています。これを受け、エストニアの中共大使館は強い反対を表明し、エストニア当局に修正を要求しましたが、エストニア外相は公に拒否しました。 エストニアに加えバルト三国のリトアニアは最近国家安全保障上の理由から中国の同胞医師ニュークテック社の子会社が製造した手荷物スキャン装置を禁止しましたリトアニア国防委員会委員長はニュークテックの設備は乗客や手荷物のデータを収集することができ中国中共の諜報機関やセキュリティ部門に利用される可能性がある 今日嘅疫情最前线就到呢度，多谢各位收睇。守护真相，绝对唔会放弃。我哋嘅坚守需要大家大力嘅支持，更加需要大家订阅我哋嘅 patreon。我系 Zack，下次再同大家见面。